こんにちは、カナダひとりです。今日はワインのボトリングと試飲をしてみたいと思います。まずワインをバケツに移していきます。今回初めてワイン作ったんで、うまくできてるといいなと思います。色とか匂いはもう結構本当売ってるワインの感じがしますね。すべての道具は専用のサニタイザーで消毒しています。60度のお湯でも大丈夫です。ホームブリューは消毒が本当大事なんで、皆さん気をつけてください。バケツに移すときに結構もう最後までしっかり入れたいと思う気持ちあると思うんですけど、ある程度割り切らないとこう下のこう折りが入っちゃうので、もうこのぐらいで割り切って移すのをやめます。発酵容器の下にはこれだけ氷が溜まってますね。これ入っちゃうとあのクリアなワインできないんで、皆さん入れないようにしてください。もうバケツ移動するときはバケツすごい重いんで、もう膝使ってあげないと腰痛めちゃうと思うので、皆さん膝使ってしっかりこう上げてくださいね。ワイン作りのために新しい道具買いました。これです。コルクとコルクを締める専用の道具買いました。結構これ大きいですね、思ったより。こんな感じで使うみたいですね。ちょっとビールのやつと比べてみますね。こっちがビールのやつです。こっちがワインですね。やっぱ大きさが違いますね。値段は Amazon カナダで62ドルでした。興味ある方は概要欄にリンク貼ってるんで見てみてください。次にボトリングしていきます。このボトルも追加で購入しました。12本入りで確か40ドルくらいしたと思います。ワイン作るときは皆さんやっぱあらかじめ決めておいて、こうワインのボトルを取っとくといいですね。そしたらこういうの買わなくていいので、ちょっとここで試飲してみますね。どんな味かちょっとチェックしてみます。香りは本当あの市販のワインの香りですね。味は美味しいんですけど、なんかうっすらとなんかケミカルの味がする感じがしますね。ボトリングしてから5日間ぐらい置くように書いてあるので、きっとその後に味が落ち着いてくるのかなと思います。じゃ早速コルク閉めてみたいと思います。この穴にこうコルクを入れて、まあ、一緒ですね。やっぱビールとやり方は上からグッと押す感じやると閉まるみたいですね。こんな感じでいいんでしょうかね。まあ、大丈夫。このままやっていきます。別の角度からやるとこんな感じです。ズボンにワインついてますね。無駄に別アングルでいっぱい撮ってみました。コルクで閉めたのいいんですけど、ちゃんと開けられるか試してみます。あ、抜けますね。ちゃんとコルク抜けます。大丈夫そうです。最終的にこれだけたくさんワインが作れました。結構ほんといっぱいなんで、友達とかに配って処理したいと思います。では5日経ったんで、出来上がったワインを飲みたいと思います。うまくできてるといいですけど、どうでしょうか。もちろん発酵はしてませんね。普通です、ワインなんで。いやちょっとテンション上がって入れすぎましたね。では飲んでみます。結構美味しくできたと思いますね、初めてにしては。コスパもいいと思うんで、ぜひ皆さんも時間あるときにワイン作り試してみてください。
最後までご視聴いただきありがとうございました。グッドボタン、コメントもお待ちしてます。ぜひチャンネル登録お願いします。今日も皆さんにとって良い一日でありますように。ありがとうございました。